様こんにちは。今日もご覧いただきましてありがとうございます。今日はホンダセンシングの障害物検知能力を検証してみたいと思います。新型ヒットの場合、距離の近い障害物に関してはソナーセンサーが障害物を検知して衝突被害の軽減に寄与してくれているわけですが、どの程度までの幅の障害物に対応しているのか気になっていたので試してみました。皆様の運転生活のご参考になれば幸いです。今回の検証ですが、このような感じで透明のエアキャップを使って行います。このエアキャップの幅をだんだん狭くしていって、どのくらいの幅までソナーセンサーが障害物として検知してくれるのか試してみます。まずはじめに幅が約120センチから試してみます。さすがにこれは楽勝で検知してくれると思います。それでは早速試してみましょう。ぶつかっても大丈夫なはずなのに、なんだか緊張します。自動的にブレーキがかかり、車は止まってくれました。では次に障害物の幅を約半分の60センチに狭めて試してみましょう。まあこれくらいの幅でしたら楽勝で検知して自動的に車は止まってくれると思います。レッツゴー。楽勝で止まりましたね。さすがヒットくん。では次にさらに障害物の幅を狭めてみます。今度は幅が約30センチです。なんだか嫌な予感がするよ。うわぁ、ぶつかったよ。そんなはずはない。僕はヒットくんの力を信じているよ。もう一回トライしてみるよ。うわぁ、マジですか。やっぱりぶつかっちゃったよ。二度あることは三度あるなのか、それとも三度目の正直なのか、試してみたくなるよね。二度あることは三度ありました。それでは次に障害物の幅はそのままに、障害物を車の斜め前にオフセットして試してみましょう。なんかうまくいきそうな気がするよ。ソナーセンサーのほぼ正面にある障害物だから対応できたのかな。さらに障害物の幅を狭めてみました。今度は約7センチです。
30センチの幅の障害物でも止まれなかったのですから、結果は想像できますが、僕はキッド君を信じるよ。結果はご覧の通りでございます。同じく約7センチ幅の障害物を車の斜め前にオフセットしたら、正面にある時と比べて反応が変わるか試してみたいと思います。いくら幅が狭い障害物とはいえ、ソナーセンサーの正面にある障害物ですからね。あれ、ソナーが反応したのにブレーキがかからなかったよ。ソナーが反応したのだから、次は止まってくれる気がするよ。よし、もう一回チャレンジだ。あれ、ブレーキどころかソナーすら反応しなかったね。2度あることは3度あるなのか、3度目の正直なのか、試してみたくなるよね。2度あることは3度ありました。本日もご覧いただきありがとうございました。今回の検証からわかることは、障害物の幅が狭くなってくると、車の正面にある障害物に対しても反応しなかったり、さらに障害物の幅が狭くなると、ソナーセンサーの正面にある障害物に対しても反応しなくなる可能性があるということです。ただ、諸条件の違いによって反応は変わってくるでしょうから、あくまでも参考ということでご理解願います。また、自動的なブレーキに頼らずに、常に主体的に安全運転に努めていきたいと常々思います。